皆さんこんにちは、フクロウです。今回は第五人格の芸者を使ってみたということで動画を作りたいと思います。でもあんまりね、自信がなかったんで途中からということになります。これがね、初めての芸者の仕様でね、若干ね、下手な部分があります。まあただね、ちょっと余裕が出たので動画を撮っています。こうやってね、次々とね、向かってきてくれるんで楽かなってところなんですが、ここでね、二人に逃げられてしまうと。芸者はね、当たり判定が狭いので、こうやってなかなか当たらないっていうね、こんな感じになります。で、ここでね、もう一人ダウンしてるのを思い出して、とりあえずこの人はね、くくることにします。使ってる感覚なんですがね、本当にケースはやりやすくなっているなって感じなんですが、その分なかなか当たらないっていうね、形になっています。ただね、慣れれば簡単に当たるんじゃないかなっていう気がしますね。で、ここら辺でね、回復されてるんじゃないかっていう恐れが出たんですが、この近くにいることがね、すぐに分かります。これでね、この人をくぐって、もう一人探せばいいかなってところですね。で、ここからね、ハッチを巡る争いということになります。でもハッチの場所はね、大体分かってるんで、そこら辺を重点的に見ていこうかなっていうところですね。そしたらですね、ここに刻んで、あとはね、追い詰めるだけという感じです。このワープですね、距離が近いとあんまり意味がないということに、ここら辺で気づきます。当たり判定が狭いなっていう感じですね。あとね、この人はね、なかなかうまいんですよね。こう、よく見ているという感じですね。ただ私の場合はこの芸者はね、非常にケースが楽で、あとね、一回サバイバー側でもね、当たったんですが、キャンパーだとね、すぐに暗号機が回されてね、意味がなくなるという感じですね。で、まあケースが始まったらね、どこにいるかわかるので、まあ、カラスが飛んだら場所を教えてくれるとか、そういうね、マークをつけるのかどうかっていうのをね、迷うところですよね。ということを言ってるうちに、この人も倒して、投稿してくれればいいんですけどね、そういう感じはなく、これで終わりという感じになります。まだサバイバーの人も慣れてないんでね、ここからどういう風にみんなが上手くなっていくのかという様子見の状態かなと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それではバイバイ。